イビツァオリッチは、クロアチア出身の元サッカー選手。サッカー指導者。現役時代のポジションはフォワード。現在は、ロシアサッカープレミアリーグの PFC チェスカモスクワの監督を務めている。クロアチア東部の都市ノバグラディシュカ近郊の村、ダボルに生まれ育った。1996年に NK ・マルソニアに入団して、好成績を残した。 1998年にドイツのヘルタ・ベルリンに引き抜かれたが、プレー機会は少なく、1年でマルソニアに戻った。2000から01シーズンに17得点すると、2001年に移籍した NK ザグレブでは21得点を挙げ、リーグ優勝に貢献した。2002年にはディナモザグレブに移籍し、16得点を挙げた。2003年、 ロシアリーグの PFC チェスカ・モスクワに移籍すると、徐々に調子を上げ、2005年には10得点にした。この年には UEFA カップを勝ち取った。チェスカ・モスクワ在籍中に3度のリーグ制覇と2度のスーパーカップ制覇を成し遂げた。2007年1月、ドイツのハンブルガー SV に移籍し、1月31日のエネルギーコットブス戦でデビューした。 10月の VFB シュトゥットガルト戦では、クラブ史上初となる45分間でのハットトリックを決めた。2008年に行われたアーセナル FC 主催のエミレーツカップでは、ユベントス戦で、ロスタイムに2に得点を挙げ、優勝した。2009年夏、バイエルン・ミュンヘンへ移籍した。8月8日、2009から10シーズン第1節の、 t s 1> g 1 8 9 9ホフェンハイム戦でデビューしダニエル・プラニッチのクロスに合わせて先制点を決めた。2010年3月30日の UEFA チャンピオンズリーグ準々決勝ファーストレグマンチェスターユナイテッド FC 戦では後半ロスタイムに決勝ゴールを挙げ続く4月7日のセカンドレグでは3から0とリードされた状態から 士改正のゴールを決め、バイエルンの準決勝進出に貢献。4月27日の準決勝セカンドレグ、リオン戦では、ハットトリックを達成し、チームを決勝へと導いた。最終的にブンデスリーガでは11得点、チャンピオンズリーグでは2位体の7得点を挙げ、バイエルンの国内2冠とチャンピオンズリーグ準優勝に貢献した。しかし、 2010から11シーズンは故障で長期離脱し、2011から12シーズンはユップ・ハインケス監督に徴用されず、出場機会は少なくなった。2012年4月、シーズン後の契約満了に伴い、2012から13シーズンからボルフスブルクに移籍が決定。契約は2年間。2015年1月、フルスのハンブルガー SV へ移籍。 契約期間は2016年シーズン終了までの1年半。2016年7月、TSV1860 ミュンヘンに移籍が決定。契約期間は1年。2017年6月、現役引退を表明。2002年の日韓ワールドカップでは2試合に出場し、イタリア戦で同点ゴールを決めた。2004年の UEFA 欧州選手権では3試合。 2006年のドイツワールドカップでは2試合に出場した。2006年9月、ダリーをするならとともに深夜までパーティーを楽しんだとして、代表メンバーから外されたことがあった。2008年の UEFA 欧州選手権予選では、ウェンブリースタジアムでのイングランド代表戦で得点し、イングランドの本大会行きを阻んだ。本大会では、グループリーグのドイツ戦で得点した。 南アフリカワールドカップ予選でも8試合で3得点と活躍したが、チームは本大会出場を逃し、オリッチの3大会連続ワールドカップ出場は叶わなかった。さらに、ユーロ2012では本大会の最終登録メンバーに選出されていたが、負傷のため大会直前で、 メンバーから外れた2014年11月16日の UEFA ユーロ o 2016予選、イタリア戦で代表通算100試合出場を達成した。ある、ベクシルパーフォクト、ズハウセイストエスドクエームシェーンステン、ハンブルガー SV 公式 HP2015 年1月30日、元クロアチア代表、オリッチが、現役引退キッカー日本語版2017年6月25日、 ループニック、ボーナ、イビチャールアイポックアタオベズユーロスコグ、プベンシュテュッタ、ユーパリスクー。アイ、ユークリーヌピューチーエカリニック。スポートネット、アワーズ、httpwww.ha ースポート、ドットネット、ビジェスティー、44万1415、ナゴメートリプレゼンテージじゃ、イビチャールアイポックアタオベズユーロスコグ、プベンシュティュッタユーパリスクーアイユークリーヌ。ィ キューチーカリニック、2012年6月4日閲覧。ありがとうございます。